しょう。あっちゃんです。ついにね、過去最大級の獲物を確保しました。って言ってもね、あっちゃんにとってやねんけど、だいたいね、12、30、40、50、60、65から70ぐらいの巨大ハマチ買ってきました。大物やって、698円と消費で、はい、さばいていきたいと思います。たまにはね、エプロンをしましょう。では、行きましょう。でかいよ。はい、こんなでっかいのよ。まな板からね、ほとんど半分以上はみ出してるというね、さばいていきたいと思います。ではね、ちょっとね、ハマチね、そんなに、あれやね、ウロコは少ないねんけどね、まずウロコを取っていきます。細かいね、ウロコになるのね、これちょっとね、下で行こうか。まあちょっとこんな感じで出てるね。ほんとバケツが邪魔でね。取れないね。ではさばいていきましょう。よし。さあ、さばけるかな。頑張っていきます。では行くよ。頭をこの辺ぐらいから一気にいきます。で裏返して、重たいわ。ここからああ骨硬い。骨のね、ああ硬いな。よし、頭と一緒にそこに繋がってんね。よいしょ。内臓と一緒にね、頭と内臓を取っておきます。よっしゃ、あーでかい。こういうまな板乗るかな、頭取ったらね。で、こうね、内部をね、内部じゃないわ、血合いをね、血合い、腎臓をね、習います。では、ドン。やっぱりでかいわ、過去最大級、やっぱり。何ってすること変わらへんねんけどね。やっぱりでかい魚ってテンション上がるよね。でかいしか言葉が出てきない。では、さばいていきましょう。
いくよ、やること一緒やけど。もうちょっとこっちやった方がいいな。これぐらいでいこうか。いきます。まずお腹をね、お腹側を歯を入れていきます。躊躇なくいきます。で、背中側を、すごいな、これパレットものかな。なんでか、なんでかなあかんの。あったんやけどな。掃除してどっかやってくれ。いくよ。それ。はみ出す。うまとかはね、切っていきます。2年ほど前のあっちゃんには考えられへんね。もう躊躇なくこんな魚も生きれてしまうというね、自分でも成長したなって思うわ。はい、3枚におりました。どうですかって感じで、どうしようかな。この辺やんねんけどな。これで出汁にします。まずね、あばら、あばらって腹骨、ね、虫おらへんね、見る限りではね。ちょっとこうね、落とし足りない。黄色いとこね、苦いから落とします。これちょっと油やからもったいない。黄色いの苦いね。落とします。飲み込れちゃったな。
こんな感じで、これハラミ、血合いはね、血合いも出したのかな。で、背中の身、きれいね。ちっかもね、腹骨を外しとこう。こんな感じで、どうしようかな。骨抜いて、洗ってもいいねけどね、食べるとき取ったらいいねけど、子供がさ骨やったら嫌がんの。ほんまにさばき始めた頃にスパチャで、骨抜き買ってって100均の骨抜き、全然あかんかって、あかんわって言っとったら、骨抜き買ってスパチャしてもらって、いいの買わしてもらってんけど、いいのよ、めちゃくちゃいいのよこれ。ほんでね、どうしよっかな。
どうキロかな。違うもんですか。これ三つ。で、一、これとこれとこれとね。お父ちゃんに一枚あげようかな。一枚二枚ぐらい、二三枚あげようかな。でちょっとね、包んどきます。どうでしょうか。半身ね、ちょっと焼いたり煮たりするのに取っときます。さあさあさあ、入っていきましょう。よし、きれいに揚げた。うっ、はい、おはらみ。そうか、この包丁は生くらいになってんのか。指と綺麗にさばけました。寄生虫出てたちゃうかな、これ多分寄生虫やと思う。もう一回身と身だけ見ときます。焼きやったらね、見ながらね、パスにしちゃったらね、お腹痛んだからね。お父ちゃんにあげようか。ちょっとこれ明日置いとこうか。
ちょっと骨捨て取り。ちょっとまた下に置いておきます。で、これハマチのね、頭内臓がね、結構でかいな、綺麗な、どうしようかな。とりあえずね、久々に内臓食べたらかな。色も綺麗、色もすごい綺麗からね。潰すのもったいないな。ちょっと内臓取れた。で、さすがにハマチはでかいな。あのね、ちょっときれいに取りたいんで、心臓でかい。ちょっと待ってます。内の部分をね、ちゃんと取ってね。反応かな、反応はちゃうかな、わからない。これ肝、これ肝、あ、肝ね。これ腸と内臓脂肪ね。これを取ってしまいます。この辺はもういらんのでね。今日もね、食べられることもない。これ白子やな。ちっさいな、白子ね。大きいやね。今日も食べられんことないよな。綺麗けどな。今日はやめとこうか。内臓だけは落として、ちょっと血が丸まらない。胃の内容物ほとんどないでしょ。包丁で切るのが一番早い。包丁じゃあ、刺さりに切るのが一番早いですね。これ、久々やね、開くのね。初期の頃はね、本当に一時何百円の魚がもったいなくってさ、食べられるとこ全部食べとったんやけど、最近、ここまで
大変になってくる。でも美味しいは美味しいね、こういう豚肉ということで美味しいチンゲンなんでね。ちゃんと処理せえへんのただのゴミやけどね。頭の処理しましょう。やらねかい。もうこれね、油が温めていきます。まな板切れてまうわ。豪快にね。これをね、うるさい。後ろのね、エラのこれだけね、大きい頭やとね、まあね、あの釜焼きしても美味しいし、ね、エラをね、よっ、頭割って返してもよかったんやけどね。頭割って返してよかった。割ろうか。じゃあいきます。硬い。やっぱりさすがに大きな魚はね、頭がすごい硬い。これはあ硬い。最大級ね、硬さも。よっしゃ、おっさんみたいな声でね、ほら、多分これね、エラ変に外したのもあんまり原因が。あ、硬い。ごめんね、ちょっと具合ね。あっちゃんはね、最初はもう無理やったん、これが。でも、
今平気になっちゃったからね、何も思わへんけど、みんなごめんね、グロいでしょ。でもね、こうやってね、命をいただくんです。ありがとうってね。最後このエラにもね、血を含んでるんだけど、臭いからやけどね、ちゃんと洗って最後ならしてあげる。エラ綺麗ね、こう、これがね、自然界でこういうものがいてるってすごいと思わへん？えぐいでしょ。これがね、頭半分でした。取れへん。で、頭半分やってるけど、まあ外してないけどね、外した方が処理しやすいんだ。洗っていきます。まあ大きめでね、釜と分けといた方が処理しやすいんで。で、釜だけね、塩焼きしたら結構肉厚なんで美味しい、ね。頭でね、頭肉と頬肉と、目の周り。それたちは食べるとこないねんけどね。頭自体はね。でも頭の肉っていうのはしっかりやっぱり肉が入って美味しいよね。頭もね、さっと焼いて、さっとしょ、ちゃーっと焼いてね、でそれで茹でてね、出しとっても美味しいんだよね。焼いて食べても美味しいしね。頭ね、煮付けにしてね、トロンとして食べても美味しいよね。焼いてもいいし、煮付けにしてもいいし。煮付けにしようかな。ちょっとちゃおうかな。はよう。はよう、お母ちゃんが。よし。お泊まりかな、今日は。わからへん。はい、ということで今日のあっちゃんの巨大な、ハマチさばき動画いかがでしたでしょうか。あっちゃんの中では過去最大級の大きさやねんけどもね、まあなかなかね、さばきごたえがあった。はい、ということでね、よかったやと思ってくれて。
高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。楽しかった。